方下尺という前後があります。方下というのは、放り出して投げ出してしまう、捨て去ってしまうということですね。それから尺の尺は執着の尺です。つまり、執着を手放してしまえということですね。もともと中国のですね、上州和尚さんというお坊さんがいらっしゃって、この上州和尚さんのところに、玄陽という修行者がやってきてですね、そして、私はどうやら悟りの境地に至ったようなんですけれど、この悟りというものが果たしてね、これで本当に悟ったと言えるのでしょうか、どうでしょうか、さらに私の足りないところがあればご指摘くださいというふうにして、この玄陽さんがこの上州和尚さんにそう言って尋ねてきた。でそのことに対して上州和尚様がですね、もう悟ったとか悟らないとか、そんな悟りに対してのこだわりは捨ててしまえという意味で方下尺というのを使われた。そこから伝わってきている言葉です。私たちはこの方下尺という言葉から何が学べるか、私はいつもこの言葉好きで自分に言うんですけれども、方下尺というのは私たちには欲がありますよね。執着というのがどうしてもあります。例えばビジネスをやっている、仕事をしている人であれば営業の何件ってノルマもあったりするかもしれない。目標を立ててその目標に向かっていく、でこれはとても大切なことなんですよ。仕事でノルマが与えられる、それは一つの目標が与えられるということですね。でこの目標を立てて目標に向かって努力していく、でそうすると当然何も目標を持たないよりも目標達成をしやすい、自分が願ったところの状態を手に入れやすい。だから目標を立てるということをします、何に対しても。けれどもこの目標を確かに持った方が、持たないよりはいいんですけれども、この目標に対して今度ね、その執着が強すぎると、そうすると今度その目標がですね、嫌な感じの、すごくしつこい感じの、気持ちのあまり良くない、望ましくない雰囲気をその人に作り出してしまうんですね。でここがよろしくないところ、執着のよろしくないところです。例えば身近な例で言うと、よくご質問抜けるんですけれども、彼女が欲しいとかね、彼氏が欲しいっていう気持ちがある、どうしたら彼女ができますか、でそんなお悩みをいただくことがあるんですけれども、彼氏が欲しい、彼女が欲しい、それはもう男女だと当たり前の話です。そういう気持ちがあるのは当たり前の話でも、いつもね、自分は彼女が欲しいんだよね、彼女が欲しいんだよね、彼女が欲しいんだよねっていう気持ちをものすごい出しながら合コンに行ったりしたら惹かれるでしょう、ね、みんなドン引きですよね。確かにみんな合コンに来た人は彼氏彼女が欲しいんですけど、もう彼女が欲しいです、彼氏が欲しいですっていう気持ちをもうバンバン出しながら合コンに来られたら、それが目的で来てるのに惹かれてしまう。なんかこの人なんか怖いなって。でそのように目標を持つとか願いを持つってことはいいことなんですけども、その目標とか願いというものは、これが欲しいんです、これが欲しいんです、これどうしてもこれが欲しいんですっていうことがですね、確かにあるけれど、それをその目標を持つということに対してエネルギーが強すぎると、気持ちが強すぎると、そうするとそれが表に出すぎると、そうするとそれがかえってですね、周りから見ていて、なんかこうこの人嫌、ね、なんかこの人と一緒に仕事したくない、この人から物を買いたくない、この人とお付き合いしたくないというようなマイナスの部分に働いてしまう、マイナスの方向に働いてしまうということがあります。ですから、ちゃんと目標を持つ、こうしたいなという願いを持つ、その願いを切に持つ、それは悪いことじゃないけれども、その目標を自分の中で、きちんと決めたら、あとそれに対してはもう捨ててしまう、もう勝手に自分の中に、こういう方向に向かって頑張りたいという意識があるわけですから、今度逆にそれに対して執着しすぎない方がいい。実際目標を立ててその目標に対して向かっていくということは、その
目標に向けて具体的な実践とか努力工夫をしていくということなので、その具体的な工夫実践に意識を向けていった方がいいんですね。こうしたいこうしたいこうしたいという気持ちにエネルギーを注がないで、こうしたい、じゃあそれに向けて具体的にどう動くか、この具体的にどう動くかということを創意工夫していく、そこに意識を繊細にそして丁寧に持っていく、そのような方がよほど結果に結びつきやすいということです。方下弱、自分の目標とか願いに対して強すぎる執着を捨ててしまった方がうまくいくよということですね。それを教えてくれる言葉が方下弱。どうぞ確かな目標をしっかりと立てて、その目標を立てたら今度は具体的な自分の努力に向けて意識を切り替えていく、そうしていくことによって自分が目標と立てたその目標をかえって達成しやすくなるということを教えてくれる言葉です。多言語化プロジェクトに協力をしてくださった、何とか支援したいって思ってくださったその全ての方々に心より御礼申し上げたいと思います。引き続きまたよろしくお願いいたします。